グリーンベイパッカーズはアメリカ合衆国ウィスコンシン州グリーンベイに本拠地を置く NFL チーム NFC 北地区に所属している1921年当時まだ創立2年目だった頃に NFL に加盟しており現在あるチームの中ではアリゾナカージナルスシカゴベアーズに次いで3番目に古いチームとなっているまた現在アメリカに本拠地を置く プロスポーツチームの中で唯一一般市民がチームを100%保有している。ホームスタジアム並びにチームの本部はランボーフィールドである。パッカーズは1920年代から1930年代のリーグ創成期に一般的だった小さな町をホームとする最後のチームであると言われている。チームは1919 19年に カーリー・ランボーとジョージ・ホイットに行かるフーンによって設立され、当初はウィスコンシン州内のセミプロチームと試合をしていたが、1921年に NFL へ加入した。1933年から1995年までの間、グリーンベイと並行して、ミルウォーキーでもホームの試合を行っていた。ミルウォーキーは現在でもチームのメディア圏内にあり、多くのファンが存在している。 グリーンベイ並びにグリーンベイ都市圏は北米4大プロスポーツリーグのホームタウンのうち最も規模の小さい地域であるもののホーブスによる世界の価値あるスポーツチームランキングでは2019年に27位にランクインしたパッカーズの NFL チャンピオン獲得回数はリーグ最多の13回であるリーグ3連覇を成し遂げた唯一のチームでもあり 1929年から1931年と1965年から1967年の2度にわたってこの記録を打ち立てた。スーパーボール優勝は4回でそのうち2回は AFL と NFL チャンピオンの対戦として行われた第1回スーパーボール第2回スーパーボール1970年の AFL と NFL 統合後の優勝は1996年度の第31回スーパーボール、2010年度の第45回スーパーボールである。アメリカでは非常に人気の高いチームであり、人気チームの世論調査においてもダラスカウボーイズなどと共に常に上位に位置している。1918年、ノートルダム大学時代のカーリー・ランボーグリーンベイ、パッカーズは、 1919年8月11日に創設された。当初はアクミーパッカーズと言った。創設者のカーリー・ランボーは彼の勤めるインディアン・パッキング・カンパニーにユニフォーム購入の資金提供を求めた。同社がこのチームを支援していたのは最初のシーズンのみだったがグリーンベイのフットボールクラブの名称は今も変わらずパッカーズである。ノートルダム大学出身のランボーは 母校の校歌にちなんで青と金をチームカラーとした。この色アートに現在の緑と金に変更される。この配色からザグリーンゴールドというチームの愛称が生まれた。1921年、パッカーズは前年に設立されたプロフェッショナルリーグに加盟したが、同じ年、缶詰会社のスポンサーが手を引いたため財政難により、フランチャイズを失う。 ランボーは自ら資金を調達し、再びフランチャイズを得た。1922年から1923年に、かけて、ランボーや地元新聞社主、アンドリュー・ターンブルをはじめとする5人が奔走し、グリーンベイフットボールコーポレーションを設立した。こうして、現在も続くパッカーズの基礎が形作られた。1923年のグリーンベイフットボール。 コーポレーション定款でパッカーズのフランチャイズが売却されることになった場合は、米国在京軍人会のサリバンウォーレンポストに正規兵式記念費建設のため、すべての債務を生産した後の残金を寄贈するものと定められた。この規定が設けられたのは、このクラブがグリーンベイで存続し続けることと、このクラブは株主の金銭的利益のためにあるものではないことを堅持するためであった。 1997年11月の年次会議の株主投票で受け取り人がサリバン・ウォーレン・ポストからグリーンベイ・パッカーズ・ファウンデーションへと変更された。1950年、パッカーズはチーム運営資金調達のために再び株式を発行した。1956年には新しいスタジアムの建設が承認された。 ビンスロンバルディとバートスター1958年地区再開となったが1959年にビンスロンバルディがヘッドコーチになると開幕から3連勝した後,後連敗したが残り4試合に連勝し1947年以来となる勝ち越しを果たした。翌年の1960年には NFL 西地区優勝を果たしポール・ホーナングは NFL トップの176得点を挙げた。 フィラデルフィア・イーグルスとの NFL チャンピオンシップゲームは一進一退のシーソーゲームとなったが最後の攻撃が敵陣8ヤードで止められて4点差で敗れた。1961年の NFL チャンピオンシップゲームではニューヨーク・ジャイアンツと対戦し1944年以来となる NFL チャンピオンになった。1962年には 開幕から10連勝し13勝1敗でシーズンを終えた。2年連続の対戦となったニューヨークジャイアンツとの NFL チャンピオンシップゲームでは16から7で勝利した。その後にシーズン間を置いて1965年にパッカーズは再び NFL チャンピオンシップゲームに出場した。ウェスタンカンファレンスを制したボルチモア・コルツ戦ではドン・チャンドラーの右に外れた FG が得点を 認められるといったことも起きた。NFL チャンピオンシップゲームでは、クリーブランドブラウンズを破り、ロンバルディが就任以来3回目の優勝を飾った。1966年、12勝2敗で、バートスターがシーズン MVP に選ばれた。ダラスカウボーイズとの NFL チャンピオンシップゲームでは、最後自陣にヤードまで攻め込まれたが、ドンメレディスのパスを、 トム・ブラウンがインターセプトし34から27と勝利し1970年に統合することが決定していた AFL のチャンピオンカンザスシティチーフスと第1回スーパーボールで対戦し35から10で勝利した。1967年 NFL チャンピオンシップゲームは後にアイスボールと呼ばれる極寒の中で行われた。この試合残り16秒で バートスターの QB ーースニークでタッチダウンを上げて、ダラスカウボーイズを破り3年、連続 NFL チャンピオンとなった。第2回スーパーボールで、オークランドレーダースを33から14と破りこの、試合を最後に、ビンス・ロンバルディは優待し、ゼネラルマネージャーとなり、後任には、彼の下で、アシスタントコーチを務めたフィル・ベングソンがなった。ロンバルディは1969年に、 ワシントン・レッド・スキンズのヘッドコーチとなったが1970年シーズン前の9月に亡くなった。同チームは第1回と第2回のスーパーボールを制した。この時代のスター選手はキュービー・バート・スター、RB ・ジム・テイラー、キャロル・デール、ポール・ホーナング、RG のジェリー・クレーマー、ディフェンスのヘンリー・ジョーダン、ウィリー・ウッド、レイ・ニチキ、デーブ・ロビンソン、ハーブ・ワダ・リーラであった。 1970年にロンバルディが死去するとスーパーボール優勝トロフィーは彼の功績を称えてビンス・ロンバルディトロフィーと名付けられ今に至っている。ロンバルディ対談以降はダークエイジズと呼ばれた1968年から1991年までの24シーズン中パッカーズが勝ち越したのはわずか5シーズンであった。 この間プレーオフに出場したのは2回で5人のヘッドコーチが交代した。1974年のドラフトでは1巡目指名権2つ、2巡目指名権2つ、3巡目指名権をロサンゼルスラムズのピークを過ぎた QB ーージョン・ヘイドルを獲得するために手放した。ヘイドルは1年半しかパッカーズでプレーしなかった。1989年のドラフトでは ほとんどのスカウトから高く評価されていた OT のトニー、マンダリッチを全体に指名したものの歴史的な大失敗に終わった。1975年9月29日のデンバーブロンコストのマンデーナイトフットボールで、ケンペインが12レシーブと活躍したが13から23で敗れた。1982年9月20日。 ニューヨークジャイアンツとのマンデーナイトフットボールでジェームズ・ロフトンは83ヤードの TD ランを挙げた。これはアール・キャンベルが持っていた MN 会記録を更新するものであった。パッカーズに16年在籍した QB のブレッド・ファーブ1991年にロン・ウルフがゼネラルマネージャーに就任1992年サンフランシスコフォーティナイナーズの オフェンスコーディネーターであったマイク・ホルム・グレンがヘッドコーチに就任した。エース 9B のドン・マコースキーがシンシナティ・ベンガルズ戦で負傷退場したが、ロン・ウルフによってドラフト一巡目指名権と引き換えにアトランタ・ファルコンズから獲得したブレッドファーブがリリーフ、キトリック・テイラーへの TD パスで逆転勝利した。翌週のピッツバーグ・スティーラーズ戦以降ファーブは プレーオフも含めて271試合に先発出場する不動の SQB となった。1993年にはフリーエージェントになっていたフィラデルフィア・イーグルスのでレジー・ホワイトを獲得した。12月26日のローサンゼルス・レーダース戦でファンブルリターンタッチダウンを挙げたリロイ・バトラーがランボーフィールドの観客席に飛び込んだ。これがランボーリーップの始まりとなった。 この年チームは1982年以来11年ぶりとなるプレイオフ進出を果たした。1994年にもチームはプレイオフ2回戦まで勝ち上がるようになった。1995年には1972年の NFL 以来となる NFC 中築優勝を果たした。プレイオフではアトランタファルコンズに37から20。 前年のスーパーボールチャンピオンであるサンフランシスコ、フォーナイナーズに27から17と勝ったが、NFC チャンピオンシップゲームで、ダラスカウボーイズに38から27で敗れた。シーズン終了後、3シーズン連続でオールプロに選ばれていた WR スターリング・シャープが、首の負傷の影響で引退した。1996年には、リーグベストの13勝3敗で、 プレーオフのホームフィールドアドバンテージを取ると、フォーナイナーズに35から14、カロライナ・パンサーズに35から14で勝利し、第31回スーパーボールでは、ニューイングランド・ペートリオッツを35から21で、破り12度目の NFL チャンピオンとなった。この試合では、第3球にキックオフリターンタッチダウンを決めた、デズモンド・ハワードが MVP となっている。 1997年シーズンもプレーオフでタンパベイバッカニアーズに21から7、ナイナーズを23から10で破り、第32回スーパーボールに出場した。この試合ブックメーカーはパッカーズが11.5得点有利と、下が24から31でデンバーブロンコスに敗れた。1998年、1995年9月17日から、 続いていたホームでの連勝を10月5日、25、連勝まで伸ばした。これは、NFL 歴代2位の記録であった。10月5日まで11勝5敗でシーズンを終えて、プレーオフで3シーズン連続破っていた、フォーナイナーズと対戦したがこの試合に敗れた。この試合を最後に、ホルム・グレンヘッドコーチは退団し、シアトル・シーホークスの副社長、ゼネラルマネージャー、 ヘッドコーチを兼ねるようになった。この時に多くのコーチがホルムグレンに従った。またレジー・ホワイトも現役を引退した。1999年、レイ・ローズがヘッドコーチとなり8勝8敗でシーズンを終えた。シーズン終了とともにローズは解任された。この年チームには規律が欠けていたとロン・ウルフは語った。2000年、 マイク・シャーマンが就任し9勝7敗でシーズンを終えた。地元で行われたプレーオフでは1933年以来13勝0敗であったが2002年1月4日にアトランタ・ファルコンズに敗れてこの記録は途絶えた。2005年マイク・ホルム・グレンの下で働いていたテッド・トンプソンがゼネラルマネージャーに就任した。このシーズン 4勝12敗となり1991年以来となるシーズン負け越しを喫するとチームはマイク・シャーマンヘッドコーチを解任し1999年にパッカーズの QB コーチその後サンフランシスコ・フォーティナイナーズのオフェンシブコーディネーターを務めていたマイク・マッカーシーが新ヘッドコーチとなった2006年は8勝8敗でシーズンを終えた2007年チームは フリーエージェントとなった SRB のアーマングリーンを失い、WR ランディモスの獲得に敗れるなど十分な補強がされなかったと見られていたが、最初の11試合中10試合に勝利するなど13勝3敗で、NFC 第2シードとなり NFC チャンピオンシップゲームで、ニューヨークジャイアンツにオーバータイムの末20から23と敗れて、シーズンを終えた。チーム躍進の立役者として、 トンプソン GM が最優秀エグゼクティブ賞を受賞した。2008年3月4日、ブレッド・ファーブが引退を表明したためアーロン・ロジャースをエース QB に指名した。その後、ファーブは同年7月29日に引退を撤回したが、チームはロジャースをエース QB として起用する姿勢を崩さず8月6日、ファーブをニューヨーク・ジェッツへ放出した。 2008年よりチームの QB を務めるアーロン・ロジャース2008年、ファーブの引退表明により、エース QB に指名された QB アーロン・ロジャースは、好成績を残したがチームは4点差以内で7敗、するなど6勝10敗でシーズンを終えた。2009年、チームはディフェンスコーディネーターに、ドム系パースを招きそれまでの4から3ディフェンスから、3から4ディフェンスに変更を行った。 前半8試合を4勝4敗で折り返したが11勝5敗でワイルドカードでプレーオフに進出を果たしたがアリゾナカージナルスにオーバータイムの末45から51で敗れてシーズンを終えた2010年開幕戦のフィラデルフィアイーグルス戦で SRB のライアン・グラントがシーズン絶望となり第5週のワシントン・レッドスキンズ戦でロジャースが脳震盪。 ニック・バーネット、ジャー・マイケル・フィンリーがシーズン絶望となった。第14週のデトロイト・ライオンズ戦で、ロジャースがサイドの浸透を起こし途中退場して敗れるなど、プレーオフ出場が一時危ぶまれた。第15週をロジャースは欠場したが、第16週にプレーオフを争うニューヨーク・ジャイアンツを破り、最終週でシカゴ・ベアーズを下して NFC 第六シードで、 プレイオフ出場を果たした。この年チームには故障者リスト入りする選手が続出したが、ワイルドカードプレイオフでは、フィラデルフィアイーグルス戦で、ロジャースが3タッチダウンパスを上げて21から16、で、ディビジョナルプレイオフでは、NFC 第一シードのアトランタファルコンズをロジャースが、パス36回中31回を成功させ48から21と、大差で勝利。 NFC チャンピオンシップゲームで地区ライバルのシカゴベアーズを下し NFC のチームとしては初めて第6シードからのスーパーボール出場を決めた。スーパーボールではピッツバーグスティーラーズを31から25で破り14年ぶりにタイトルを取り戻した。MVP には 3TD パスを挙げたアーロン・ロジャースが選ばれた。 続く2011年から2016年までプレーオフに6年連続出場したがスーパーボール出場はなかった。2017年には途中ロジャースを負傷で書き2008年以来初めてプレーオフを逃した。長らく GM を務めたテッド・トンプソンはシーズン終了後に退任しブライアン・ギュート・カンストが後継となった。2018年12月2日 成績不振のために HC のマイク・マッカーシーは解任され、ジョー・フィルビンが暫定 HC となった。2018年シーズンは2年連続してプレーオフを逃した。元タイタンズ・オークルのマット・ラフルアーが後継 HC となった。2019年は地区優勝を遂げ、第2シードで3年ぶりにプレーオフに進出した。初戦ではシアトル・シー・ホークスを破ったが、 サンフランシスコ4 9ナーズに敗れてスーパーボール出場は叶わなかった。2020年はコロナウイルス感染症流行のため全主催試合を無観客とした。ドラフトでは一巡目に QB 上段ラブを指名した。第14週、2年連続で北地区優勝を遂げ、最終週も勝って第1シードでプレーオフに進んだがカンファレンスチャンピオンシップで タンパベイ・ッカニアーズに敗れた。グリーンベイ・パッカーズは、ナショナルフットボールリーグのグリーンベイ・パッカーズを所有する公有の非営利法人である。パッカーズは、現在のアメリカのプロスポーツチーム中唯一の取締役会を持つ公有企業である。約36万人の株主がおり、数とが保有できる株数は、全体の約4%以下に限られる。 株式は議決権付きであるが、償還価格は最低限であり、配当はなく、株価が上がることもなく、株式を保有していてもシーズンチケットの権利は得られない。株式の売買は禁止され、家族間の贈与のみが可能である。NFL の規則では、一チームの所有者は最大で三十二人までであり、数とが最低三十パーセントの株式を所有しなければならないため、 パッカーズは例外とされている。グリーンベイは人口10万余りに過ぎず、ローカルテレビ局の視聴者総数も60万人程度である。パッカーズには長年にわたって、ウィスコンシン州全体に熱心な支持者がおり、また NFL にはレベニューシェアリングのシステムが充実しているため、経営が成り立っている。プロスポーツ中唯一、パッカーズは毎年収支を公開している。 2014年の収入の内訳は、自前の収入が1億4900万ドルであり、リーグからの分配金は2億2600万ドルであった。会社運営のため、株主の投票で取締役会が選出される。この取締役会により、経営委員会が選出される。この委員会は、社長、副社長、会計、秘書の各1名ずつと、株主代表の3名の、 計7名で構成される。このうち報酬が支払われるのは社長のみで、その他の役職は無給である。チームは1986年12月にグリーンベイ・パッカーズ財団を設立した。同財団は、教育、市民活動、保険サービス、ヒューマンサービス、青少年関連プログラムなど、幅広い活動やプログラムを支援している。 1997年に行われたチームの年次株主総会では、サリバン・ウォーレン郵便局の兵士の記念碑の代わりに、球団の売却や解散に伴う、残余財産の受け取り人として、チームが指定された。パッカーズのファン層は、献身的なことで有名である。チームの成績に関わらず、1960年以後、ランボーフィールドでの試合の入場券はすべて、完売している。 シーズンチケットのキャンセル待ちの人数はあらゆるプロスポーツチームの中で最も多い。現在、シーズンチケット入手までには実に40年を要する。このため、ファンがシーズンチケット券の相続人を遺言で指名することも珍しくない。パッカーズファンの通称はチーズヘッドである。これは、ウィスコンシン州がチーズの生産地として有名なことと、 ファンとしての熱狂ぶりとをかけたあだ名である。ファンは、この名になぞらえて、チーズ型の帽子をかぶり、チーズヘッドの名をますます高めている。一度対戦二度対戦背番号92は、実質1999年以降使用されていなかったが、2004年12月26日のホワイトの不慮の死を追悼し、2005年9月18日の、 試合のハーフタイムセレモニーで永久欠番と定められた。ありがとうございます。